はい、こんにちは、海坊主です。今回のライド4なんですけど、まあ最近取り上げたばっかりなんですけど、今回もまた R1 ってことで2014年型のね R1 になります。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、こちらのバイクなんですけどね、2009年にフルモデルチェンジされた後に、まあその後にねマイナーチェンジを繰り返して、まあこの2014年型が多分ねこのモデルでの最後のマイナーチェンジモデルっていう感じなのかな。まあ R1 の特徴って言ったらね、そのフロントライトのね2灯吊り目だったんですけど、それがねより際立つっていうか、まあ吊り目は吊り目なんですけど、その吊り目がね2灯プロジェクターになったっていうね、すごい特徴が変わりましたよね、この前から見た時が。いやぶっちゃけね、この時代の R1、 まあもうその前の代もそうなんですけど、いやもともとねやっぱりその大型のスーパーバイクで一番かっこいいと思ってたのは俺 R1 なんでね、うん、俺個人的に結構これがツボでしたね。まあ2009年にフルモデルチェンジして、そのままね2012年にまあビッグマイナーチェンジっていうぐらいのマイナーチェンジが行われました。でちょっとしたね面白いのが、そうフルモデルチェンジじゃないのにね形式がね逆輸入車若干変わってるんですよ。っていうのもねカラーコードが足んなくなったそうなんですよね。要はいろんな色をね2009年からいろんな色を出してるがために、そのカラーコードが足んなくなったらしいんですよね。それでねなんか変えたらしいです。で2012年にね、まあ、そのマイナーチェンジをやった時のまあ一番のね、まあ、目玉となったのがトラクションコントロールシステムですね。7段階のトラクションコントロールシステムが搭載されたそうです。まあ早い話ね、車の方と違ってバイクのトラコンってねすごく繊細だそうです。車の方のトラコンなんていうのはね、まあ早い話あの横滑り防止機能みたいな感じのやつなんですけど、滑ってから制御が入るんですよね。でもまあ二輪の場合だとね、この滑ってから制御が入ったんじゃはっきり言って間に合わないんですよね。ってことなので、あの 0.005 秒単位にねその回転数を計測してるそうです。でタイヤの回転数をね常に計測しといて、その滑り出しそうな兆候があったらそこで介入するっていう、まあそんな方式が取られてるみたいですね。だからこそその段階調整があるみたいです。だから俺みたいなねクラゲライダーにしてみれば、もう危ないってなったら、そう危ないってなる前からもう制御が入ってくれるって感じで、だけどそんなねやつで上手い人が乗ってればはっきり言ってたるいわけじゃないですか。ってことでね、その発動をねギリギリまで遅らせるような感じが、そういう風な感じでね調整できるそうです。でやっぱりね R1 の初代からのコンセプトとして、やっぱり思考のコーナリングっていうのがあるので、さらにねコーナリング性能を高めるためにフレームのね横剛性を落としたそうです。まあそうすることによってね、そのコーナリング中でのトラクションのねそのフィーリングとか、そこら辺がね感じやすくなってるそうです。あ今トラクションかかってるなっていう、そういったねそのライダーに対する、まあ、インフォメーションがね感じやすくなってるみたいですね。まあざっくり言うとね、そのしなり感があるってことだと思うんですよね、多分ですよ。であとはねそのエンジンマッピングなんかも改良して、その低速トルクがねバンバン来るような感じのマッピングにしたそうなんですけど、まあそういったねいろいろな改良を盛り込んだんですけど、まあスーパースポーツのね人気低迷が見始めたところなので、価格は据え置きだったそうです。まあとりあえずねでもいろいろやってはいるんですけど、ある意味ね一番ここすごいっていうところがトップブリッジだそうです。写真出てるんですけどね、結構こうガシガシに肉抜きされてあって、まあ見た目がねその YZF の M1、 俗に言う MotoGP 車両にね近いものがあるそうです。まあなんでそんなに肉抜きされてるかって言ったら、結構ねそのハンドリング性能に関わってくる部分らしいんですよね。そこがトップブリッジがピンとこないんですけどね俺の場合、まあ乗ってないからだろうけど乗ってないっていうかね、そのバイクをねコーナーで限界まで攻めたことなんて一回もないんでねそう、もうその前にね限界が来る前にだいぶ早い段階でビビリミッターっていうリミッターが作動してしまいますんでね俺の場合は。
でもね、このトップブリッジがね、開発の間、まあ、ずいぶんね、手こずったらしくて、まあ、試作してね、作っても作ってもテストライクだからね、テストライダーから要改善っていう、そういった指示がね、バンバン出たそうです。で、ダメでダメでダメで、最終的にね、もう前の使ってたやつでいいんじゃねってなってた頃に、まあ、担当だった人がね、もうこれで最後、これでダメなら辞職しようとまで考えて作った。まあそんな覚悟のもと最後に作ったやつがようやくテストライダーからね OK が出たみたいで、祝採用っていうことになったみたいです。で、発売の時期は分かんないんですけど、この形式のね、その2012年型かな、分かんないけど、いつなんだか分かんないんですけど、そのちょうどね WGP 参戦50周年記念っていうモデルが出たみたいですね。120台限定、国内仕様が120台限定で、逆輸入車仕様がね30台限定、まあ、こちらのバイクが出たんですけど、それがね、ようやく5分で完売したそうです。たった5分です。本当に。そんなね、安くないバイクがたった5分で売れるってね、コンサートのチケット並みですよね、本当に。で、まあ、ちょっと時代は遡ってね、まあ、この形式の大元である、フルモデルチェンジした2009年の時のやつなんですけど、まあ、この台の、まあ、その、フルモデルチェンジのね目玉だったのはエンジン、あの若干音が違うじゃないですか。俗に言うね、クロスブレーンクランクシャフトっていうのがね搭載されてるエンジンになってます。まあ不等間隔爆発ってやつですね。だからちょっとねエンジン音がね、あのスムーズっていうよりもちょっとブリブリ言ってんでしょうね、エンジン音というか排気音か。まあこれはね結構あの車内でもね意見が真っ二つに割れたそうなんです。どうしてもね、その、なんていうんですかね、スーパースポーツイコール、クワーンと高回転回るエンジンっていうところなんですけど、だから、まあそっちの方がいいっていう派と、だからこの不等間隔爆発の方がいいっていう派と、まあ俗に言うね、そのクロスブレーンっていうのは多分ルカティあたりでも採用してるんですけど、トラクションに有利に働くっていうんですよね。まあ理由としましては、常にね、あのエンジンが回ってタイヤがグリップしてるっていうわけでもなく、あの絶えずねグリップとスリップを繰り返してるそうです。あの人間には感じ取れないレベルでね。でそのね早話、まあ、通常ですと、まあ、タイヤが滑ったらそのアクセルを戻しますよね。戻して滑るのが止まってからまた開ける、まあこういう作業を普通だったらやると思うんですけど、それをね、要はその不等間隔爆発、クロスブレーンっていうのはね、人間では分かんない範囲でやってるそうなんですよね。まあだからコーナリングには有利っていうことらしいんですよ。まあざっくり言うと。俺もよく分かってないですけどね。まあ要は天然トラクションコントロールが備わってるってところなんでしょうかね。あの人間では知覚できないレベルの。で、要は M1 のコンセプトとしてはね、まあ究極のコーナリングバイクってところにあるので、だからねそういう意味でそのクロスブレーンにまあ行ったわけですけど、まあその市販車開発としてはねノウハウがそんなにないわけですよ。ってところでその YZF M1、 要は MotoGP のね開発を行ってるところに行って、まあ盗めるものは全部盗んできたっていう感じらしいんですよね。まあざっくり言うと、まあなんか中途半端ですけど、まあちょっとね時間オーバー若干しましたので、まあ以上にしたいと思います。まあちょっと中途半端ですけどね、まあでも一言で言うとかっこいい、それでいいと思いますだいぶざっくりだけど、はい、ってことでね、あの R1 でした。はい、本日2台目はね BMW の 1000RR になります。まあ以前にもね1回使ってるんですけど、久々にね使ってみたいっていうところで、まあこれはねいろんなところからも声出るんですけど、 BMW っていうメーカーが不遇すぎるって。そうなんです、 BM これ1台しかないんですはい、あのハーレーダビッドソンですらね2台あるのにBM はこれ1台なんですよ。まあハーレーの2台っていうのは1台は電気バイクなんでね、どうなんだろうってところがあるけど、はい、じゃあそれでは行ってみたいと思います。はい、まあこちらのね S1000RR なんですけどね、まあスーパーバイク参戦のねメーカーの中では多分一番後発組なんですよね。っていうか BM がスーパースポーツっていうところだったんですよね最初は。
どうしてもね、俺も個人的にですけど、 BM っていうのはね、あのツアラー系のバイクのイメージがすごい強かったのでね、ちょっとびっくりしました。で、まあこちらの S1000 なんですけど、初登場は2009年にですね、まあ逆に言うとね、2009年に登場してる割には成績を考えるとね、これはまた立派って言ったらね、どの目線だっていう話ですけど、まあ、でもすごい結果が出してますよね。もう他のメーカーに追いついてますからね、それだけ後発な割には。でライド4に出てくるのはね、この1台、たったこの1台です。まあ2019年型ですねって言ってもね、初登場2009年、まあこの時から数えてね、初めてのフルモデルチェンジだそうですよね。それまではね、マイナーチェンジ、マイナーチェンジ、マイナーチェンジっていう感じでやってきてたのを、この方から、まあ、フルモデルチェンジっていうことらしいです。でこちらの方もね、他のメーカーでは挿しても珍しくない可変バルブ式のエンジンに変わりました。でもちろんね、フレームも新設計っていうところで、でアッパーリンク式のサスっていうことらしいんですけど、どういうことなんだろうっていう、相変わらずね、そこら辺はだいぶ拙いです、知識は。でキャスター角をね、 0.5 度アップしたそうです。で新型6軸 IMU、 まあ多分センサー系なんでしょうね、多分ですけど。で馬力の方がね、8馬力アップしていて、でなんと11キロもの軽量化、11キロですよ、でかいでかい、だいぶでかいです。この間ね、スズキの方でね、4キロ軽量化って言ってたけど、それよりもね、でかい11キロの軽量化、だいぶ無駄肉をね、落としてきたんですね。でまあヘッドライトをね、 LED にして、まあ若干の軽量化とかにもなるのかな、それも。であとはね、まあ液晶メーター、そちらの方も採用で、でこれもね、よくいろんなところでよく見る可変ピボットで、あとこれ BM だなってものは M パッケージが設定されてるらしいですね。まあ早なしがね、本当の意味でフルモデルチェンジっていうモデルらしいです、これは。でとりあえずね、ベースの値段からね、あのパッケージでね、値段がさらに、要はオプション的な感じでね、変わっていくそうです。でノーマルのね、まあ値段としては230万、まあこちらはね、他のヤマハとかホンダとかのね、スーパースポーツと価格帯変わんないです。でまあプラス6万でね、スタンダードパッケージっていうのがあるらしいですね。 ETC とかグリップヒーターとかパッセンジャーシートとか、まあそこら辺のね、なんか本当にオプションパーツって感じですね。あとライディングモードが1個追加されるそうです。でプラス20万だとレースパッケージっていうのがあって、まあ、さっき言ったやつのプラスで追加として、まあ、M バッテリー、まあ、多分小型化されてるんでしょうね、カッコリチウムなんて書いてあるけど。であと M 単造ホイールってなってるんで、まあ軽量化でですね、多分軽量化プラスアルファ、あとはまあ頑丈なんでしょう、剛性も高いんでしょう。でそのプラスアルファでね、さらにレースパッケージ DDC っていうのがあって、まあさっきまでの内容プラス、その DDC っていうのがね、電子式と機械式をまあ併合したようなね、新世代のサスペンションっていうところらしいです。あとはね、これはいらないような気もするけど、クルーズコントロールがついてるそうです。まあ要は一定速度を保ってくれるってことですかね。で今この画面に出てるカラーリングのやつは HP モータースポーツっていうグレードのやつみたいで、まあこちらはね、さらに定価の方が30万円ほど高くなって260万円になっております。でその M パッケージってやつはこのグレード専用のね、まあパッケージらしいんですけど、ホイールがね、カーボンホイールがついてるそうです。でまあバッテリーもそうなんですけど、バッテリーもやっぱり M バッテリーってやつで、あとね M シート、要はねライダー用のシートもね、専用シートに変わるそうです。それ以外はね、さっきの方のあの一番安いベースパッケージと同じ感じですね。まあ、プラス6万7000円だそうですけど、まあカーボンホイールとかね、そういう高級なものを考えるとね、6万7000円じゃこれは絶対買いですよね。でやっぱりそのサスペンションを DDC ってやつにするとプラス18万円するそうです。だからね、まあそのサスペンションはいらないけど、カーボンホイールかっこいいなってところだったら、まあそのね、 M パッケージはだいぶいいですよね。お買い得感あると思うけどな、そんだけホイールとかついてね、たった6万7000円しか上がんないんだったら。いやそうですよね、やっぱりお買い得ですよ。あの今ねその他の読み進めてみたんですけど、そのパッケージに含まれてるね、カーボンホイールあるじゃないですか、単品買いするとね、そのホイールだけで100万するそうです。
100万。絶対ねパッケージを追加するっていうのがね鉄板ですね、これじゃ本当に。でまあこのフルモデルチェンジのね狙いとしてはやっぱり11キロ軽くなったこともあって軽量化が主だったそうですね。あとはそのバイク自体を扱いやすくすることが目的だったみたいです。あとはねなんかフレームをねすごく徹底的にね煮詰めてきてるみたいですね。なんだか昔難しい言葉が羅列してるんでねよくわかんないんですけど、まあ途中でねなんかひねってあったりとかなんだかごちゃごちゃ書いてあるけど、まあ一言で言うとすごいぞっていうことらしいです。そのもともとね BM のメインフレームってねスーパースポーツとは思えないぐらい細かったらしいんですけど、まあさらに細くなってるみたいなんでね、それで剛性を確保できるんだからある意味すごいっていうことですよね。でやっぱりあとは可変バルブってことなんですけど、まあ狙いとしてはねパワーアップっていうよりも、まあ、前回のスズキの時にも言ったと思うけど、これもねやっぱり低中回転でのねそのトルクアップが、まあ、メインの狙いだったみたいですね。で BMW がねこの S1000 シリーズを出す時に、まあ、お手本にしたのがスズキの GSX-R だったらしいんですけど、だからフルモデルチェンジしてもねちょっと鈴木をお手本にしてる部分はあるのかなっていう風にまとまって書いてます、俺が見てる記事では。まあでもそうですよね、この BMW ってやっぱり言葉のね力は強いですね。ブランドの力っていうかイメージの、もともとねそのツアラー的なイメージがあったけど、やっぱかっこいいバイクを作りますよね。ほんとなんかジャパニーズ SS キラーなんて言われてるみたいですけど、それもねなんとなくわかるような気がします。そのデザイン的にもその機構的にも板車のようにね派手に作ればいいんだっていうよりも、とりあえずね日本のメーカーが考えるような、ね、乗りやすさみたいなところもね考えてるあたりが、日本のメーカーにもやっぱ近いのかなって思います。はい、ってことでね BM の S1000RR でした。はい、今回のライド4はね以上で終了したいと思います。まあこの R1 ね、ほんと初めて見たとき、まあこの写真見てもやっぱ思うけど、まあそうですね、ガンダム好きに言わせればジオンのねモビルスーツのモノアイにしか見えないっていう感じですよね、あの丸めのプロジェクターが。はい、まあそんな話はねどうでもいいですね。はい、ってことでね今回は以上にします。最後までご視聴ありがとうございました。